こんにちはお元気ですかイブセですすかいやー今ですねマスメディアがですねちょっと変わってきたなと思うんですね。これは一体どういうことなのか真相がですね今私もねそこら辺の情報が手に入っていないので何とも言えないんですがとにかく表のニュースが大きく変化してきてる。 やはりこれはホワイトハット軍が DS らを追い詰めているっていうことなんでしょうかそれとも DS 側の方針が変わったということなんでしょうかね、まあ、とにかく表のニュースも大きく変化しています。ぜひね、皆さんの意見をですね、聞かせていただきたい。 まあそういう思いでね、今回こういう動画を作らさせていただきました。CNN にも見放された、追い詰められたバイデン、発狂寸前かという、まあ、そういうタイトルでお届けしたいと思います。それでは早速行ってみましょうね。<music> えこれね、ロイターの記事です。バイデン大統領に関する段階調査のアンケート 結果です。賛成が41%、つまり弾劾調査するべきだと考えているアメリカ人が41%、そして反対だという人が35%、よくわからないという人が24%。この結果にですね、民主党はパニックになってるみたいです。もうすごい大変なことになってるっていう情報は入っております。でね、 このアンケート調査の結果をですよ。全米のネットワークテレビがニュース番組で報道しているんですね。大々的にドガーンと。ね。これまでこうしたアンケート調査っていうのは DS に都合よく数字を改ざんされて、しかも都合のいい結果を発表していましたよね。で、この 弾劾に賛成する41%、反対35%というこの数字を大々的にドガーンと報道するということは、この数字、DNS にとって都合がいい数字なんでしょうか悪い数字,数字なんでしょうかねあなたはどう思いますかもう皆さんの、今回本当、あなたの意見をぜひ聞かせていただきたい。これってどういうことなんでしょうか メディアがバイデンを見放したってことでしょうかメディアは DS が牛耳ってる。まあそれよく言われることですよね。とにかくフェイク、フェイクニュースばっかり流すという。えつまり DS もバイデンを見限ったってことでしょうかそれとも DS 自体が追い詰められてるってことでしょうか追い詰められてテレビがどん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 浄化されている。 テレビでね、フェイクニュースを発表するような連中、まあそういうプロデューサーだとかディレクターだとかが、まあ大量に逮捕されているっていうことなんでしょうか。まあそこら辺の情報がなかなか入ってこないんですけれども。で、なんとなんと、このバイデンの弾劾については、あの、あの CNN がですよ、ゲストにナンシー・メイス議員、これ共和党の議員なんですけど、を、まあ登場させて、ゲストに招いて、 バイデン一族の悪事を暴露してます。すごくない反トランプの急先鋒だったあの CNN ですよ。ね。これだとトランプ選挙で当選した方がいいっていう方向に今流れているっていうことですよね。CNN がこんなゲストを呼んでテレビでダーっと流しちゃってるわけですから。 トランプ支持がまたまたこれで増えるってことですよね。どう思いますそんな番組を CNN が流すなんてね、今まで絶対になかったですよね。ナンシー議員はこう語っています。バイデン一族はマネーロンダリング、税金詐欺などの犯罪活動に関与しています。 6つの銀行から財務省に提出された170件以上の疑わしい活動報告を見れば、あなたもバイデン大統領の弾劾調査を支持するでしょう。これらの暴略に関わる金額は驚くべきものです。あなたはショックを受けるでしょう。ナンシー議員、こんな発言しちゃった。 この発言をそのままあの CNN が放送したんですよ。この事実。あなたどう思いますこれ、ね、見てる人は当然バイデンがこれ大統領になったまずいぞ。やっぱりトラさんを大統領にするべきだって CNN の視聴者は思いますよね。当然そうです。それを CNN が放送したんですよ。これは大きな変化だと思いません で、バイデンとトラさんの支持をね、州ごとに色分けした地図がこちらなんですけど、現在、圧倒的にトラさんが支持されています。これが現実です。ですから、もしも来年、2024年の大統領選挙で再び不正が起きたら、アメリカは内戦が起こるかもしれません。それぐらいの状況に今なっている。でしかもここへ来て、ね、メディアがトラさん支持をしているっていう。 びっくりですよねやっぱりこの流れで寅さん大統領に復活するんでしょうかね9月20 12日の、ね、ワシントン・ポストがバイデンは2024年大統領選に出ない方がいいという記事を出してますで13日にはニューヨーク・タイムズもバイデンの老化と健康上の問題を取り上げてますねってことは民主党は違う候補を出すんでしょうか まあそういう流れが作られているという、まあ、そういう見方もありますよね。ぜひ皆さんのね、あなたの意見をコメント欄に書いていただきたいんですね。これは一体何を意味するんでしょうかメディアが浄化されたってことでしょうかそれとも DS がバイデンを見限ったってことでしょうか民主党は違う候補を立てようとしてるんでしょうか で違う候補で一番有力、まあね、この本当にフェイクニュースだとか、こういう暴露をしてくれてる、あのロバート・ケネディ・ジュニアっていう路線がこう出てきますけど、と思いますか、まあ、カマラ・ハリスはもう人気全然ないですから、ハリスが選挙に出てくるっていうのは、ちょっと考えられないですよねで、ヒラリーがまた出てくるっていうのも、これもまた絶対考えられないですよね。 どう思いますでもう一つ考えられるのがあのミシェルですよね。オバマ大統領の、まあ、奥さんね、ファーストレディ元ファーストレディー、まあ。レディなのか男なのかマイケルなのか分かりませんけど、あの人が出てくるっていうことも考えられますけどね。まあ、そういう路線を作ろうとしているのかもしれません。そこら辺ちょっとまだ、えー、分かんないところなんですけど、分かったらね、続報流していただき,行きたいなと思っておりますが。 こちら日本のテレビです。ハンターが銃の不法所持で起訴されたことが報道されています。ね。日本のテレビもこれ流してるんですよ。すごくない今までね、トランさんを陥るニュースはバンバン放送していましたけど、バイデンファミリーのネガティブ情報は流れていませんでしたよ。日本のテレビ。ね。でもこうやって。 バイデン大統領次男を起訴っていう風に、あ、やっぱりあいつ悪いことしてたんだっていうのがね、こう今テレビで流れて、日本人もそういうことに気づき始めてます。ね。どう思いますこれは何を意味しているんでしょうかね。何か大きな変化を感じるのは私だけでしょうか まあこうしたね、表の変化を見て、あなたはどんなメッセージを受け取りますかもしかして、神様の声が聞こえて、自分の使命に目覚めていたりしたらね、これすごいことですよ。えー、私がね、期待するのは、あの一般市民の人たちが今ね、YouTube とか、えー、旧 Twitter ね、今 X。 なんかにガンガン投稿してね自分たちが見て自分たちが取材してっていう、まあ、市民ジャーナリストですよね一般市民ジャーナリストがどん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 誕生してるこれ現実としてあるじゃないですかこういうね一般市民が目覚めて自分たちの使命に目覚めて、まあ、素人なりにもジャーナリストになっていくっていう人が出てきたらいろんな悪事が もうね、暴露されたり、現実に今日本でこんなことが起きてるんだっていうことがね、広く公開されるようになったら、すごくないですか私、そういうね、一般ジャーナリスト、一般市民ジャーナリストっていうのがね、続々と誕生してくるっていうことにね、ちょっと期待しております。あなたはどう思いますか いかがだったでしょうか、まあ、先日ねあのサイキック能力に目覚めた人がこれから爆発的に増えていくよっていう並木さんのね予言を紹介しましたね私ね思うんですけど私自身もね予知能力ってね私もね身につけたいなって思いましたねあなたはどうです以上今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたします チャンネル登録もぜひぜひよろしくです。私のあのサブチャンネルね、沖縄大好きチャンネルの方もね、登録ぜひよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。